ネットで見つけた怖い話。第6378話、時間旅行。祖母の話。まだ終戦後のバラックス前の頃、生活物資を買いに市へ出かけたんだそうな。ところどころにバラック小屋が立っているだけの道を歩いていた時、急にあたりの様子がおかしくなった。いつの間にか周りは建物がいっぱい立っていて、目の前に巨大な駅があった。そして駅から白くて煙突もなく、流線形見たこともない形の汽車が出てきた。唖然として眺めているうち、気づいたら元の道にいたそうだ。後に新幹線が登場した時、あの時見たのはあれだったんだ、と思ったそうだ。月日が流れて、大阪万博があったくらいの時、用があって東京に来ていた祖母は、街を歩いていたらしい。ふとした時につまずいてしまって、頭を上げると街の様子が変わっていた。人々も変わった格好をしていて、手にトランシーバークラの妙な機械を持っていた。わけがわからなくなって、目をつぶって深呼吸をした後、もう一度目を開けると元に戻っていたらしい。結局その妙な機械は、後の携帯電話だったようだ。それから祖母は、もう一度だけその時間旅行を体験したらしい。今度は夜に散歩していた時、どう歩いたのか知らないうちにものすごく広い場所に出たらしい。そこは巨大な施設のようで、様々なビルのようなものや機械があった。その中心には様々な機械や装置のようなものからできた、ものすごく高いタワーがあったらしい。上は果てしなく天まで伸びていて、一定間隔でライトのようなものがついていた。それをしばらく見た後、元来た道を戻ったが、二度とそんな施設は見つけられなかった。その話の塔はどうも話の内容からして、軌道エレベーターなのではないかと思う。もちろん、祖母は軌道エレベーターなんて知らない。今まで見てきたものから考えると、祖母は近未来を見たのだろうか。それからはタイムスリップはしていないようだが、祖母が見たのは幻覚なのか未来なのかはわからない。138その未来の人は彼女に何か反応した ?138。第二東京タワーかな ?2010 年完成予定らしい。148。人々は祖母に気づかない様子だったそうです。151。塔のてっぺんが見えなかったと言ってましたので、東京タワーは違うと思う。確か新東京タワーって高さ666メートルだったかな。ネットで見つけた怖い話。第6379話、肩を叩くもの。昔、たびたびおかしな体験をした。誰かが私の隣の人の肩を叩く、というもの。対象は右隣にいる仲の良い人で、男女は区別しなかった。二人きりの時もあったし、十人くらいいても起きた。面白いのは、必ずみんなの目がそれた瞬間に起きること。おかげで、私のいたずらということになるのが常だった。小学2年生の頃に、ああ、またか、と思ってごまかした記憶があるから、かなり前からあったと思う。それは2、3ヶ月に一度のペースで、20代後半まで続いた。たった一度だけ、高校の頃、右隣にいた後輩が肩を叩かれ振り向いた時に、私の両手が塞がっていたためにごまかせず、後輩がパニクったことがある。バレた。のはその時だけ。また、たまに私自身の肩を叩くのがお茶目だった。ちなみに、害はないがオチもない。ネットで見つけた怖い話。第6380話、自我の目覚め。2歳か3歳頃自我みたいなもんが目覚める頃だと思うが。ふと、あれ?なんで自分はここにいるんだろう?さっきまで何していただろう?と思ったことを覚えている。生まれる前の記憶をいくら探っても何もわからなかったが、記憶がないことに何か戸惑い、というか、あるべき記憶がないことに憤りみたいなものを感じていた。ついさっきまで何かしていたような不思議な気分だった。364。同じだ。俺の場合、
夢を見ていた始まりは不明。真っ暗、暗黒、混沌。マジ幽運系の W 運で、唐突に起床。その瞬間、俺は、誰で、ここはどこの家で、この部屋はどこで、この知識はどこからのものなんだ？って思った。昨日の記憶を振り返ると、何か他人のもののような気がするんだよ。俺という自我はそこから始まった、と今でも思ってる。生まれ変わりって、あんな感覚なのかな？ 364。392、生まれる前のことを聞き出すなら3歳が限度っていうよね。3643や3923は、あちら側からこちら側の人間になった瞬間を覚えている、希少な人たちなのでは。392、俺も全く一緒かもしれない。というか、昔からすごい気になっていたんだけど、言葉では説明できなくて、こういうことができるのは俺一人かと思ってた。俺の場合は、392のような体験が自分で起こせるんだよ。寝る前に部屋を真っ暗にして、壁の端を見て、自分という存在の意味、みたいなものをずっと考えるんだ。俺が今見てるものは、俺が感じてるものでこれが現実で、みたいにループして、そうすると一瞬、記憶が飛ぶ。そしてその後に、自分が他人であるかのような自己意識。になるんだよね。自分の記憶なのに自分の記憶じゃないような、そしてここはどこ？俺は、誰？すごく怖くなるんだよね。ちなみに俺は、今25だけど最近はやっていない。というかできなくなったのかな？でも確実に中学生の頃まではやろうとすればできた。いつでも、たまに調子悪いとできなかった。怖いんだけど、なんかやってしまうんだよね。こういう人。俺の他にもいるのかな？自己催眠の一種？とかいろいろ考えてたんだけど、結局わからないままだわ。ネットで見つけた怖い話。第6381話、100円札。3日前に6歳になる娘が、4枚のぐしゃぐしゃな100円札を右手に持って帰ってきた。今時100円札を見るのに違和感を感じ、どこから拾ってきたか聞いた。すると娘は、向かいに住んでいる同い年の女の子と近くの空き地で遊んでいたら、目の前の空気がぼやけたから、手を伸ばしたら何かあって持ってきた、と言った。その時、向かいの奥さんが家に挨拶に来られてこう言った。家の M が100円札を持ってきて、どうしたのって聞いたら、空気が変なとこがあったから、手を伸ばしたら紙があって取った、と言ったそうだ。未だになんだかわからない。というか、その日以来気になって寝つけない。472のような興味深い事例は大抵。以下略。それでも問いたい問い詰めたい。100円札の肖像は誰？そして空き地の場所はどこ？空き地の情報は自宅から近くて危険か？100円札は板垣大輔。4枚のない3枚は少し古いもののようで、番号までは読み取りにくい。残りの1枚は割と綺麗。番号は、VP726898E。場所は、福岡県福岡市西久米浜の普通の小さな公園。本当に普通の公園。娘はよくその公園で遊んでいるそうだが、娘も初めての経験だったらしい。娘のことで投稿したものだが、昨日最悪なことを思い出した。書くか迷ったが、気になる人は続きを読んでくれ。自分が娘ぐらいの時に、仲の良かった友達が行方不明になったことがあった。その頃、俺は、長崎県の五島列島という島に住んでいた。友達二人で海で遊んだ帰りに変なものを見つけた。そこには歪んだ空間があった。しかし俺は、夕飯が食いたかったから、そんなの気にせずに友達を置いて先に帰ってしまった。その数日後、遊んでいた友達が行方不明だと知った。その後すぐに引っ越してしまったから、その先のことは知らないが、娘の話を聞いたとき引っかかるものがあった。これは遺伝なのか？小さい時に俺のじいさんが言っていた。うちの家系は昔、紙に使える仕事をしていた。と、娘が危ないと判断した俺は、すぐに娘に忠告した。
歪んだ空間には行くなと、100円札も捨ててしまった。気になった人はすまない。俺は、まだ娘を失いたくない。最後に場所を詳しく書いておく。地下鉄に乗り、名浜の次の駅に下大和という駅がある。そこで降りて、線路沿いに名浜駅と逆方向に歩く。すると団地が見えてくる。そこの近くに公園がある。ネットで見つけた怖い話。第6382話、ひろしお兄ちゃん。私は、両親とも働きの一人っ子、その上気の弱い方で、なかなか友達はできず、いつも一人で室内遊びばかりしているような子供でした。寂しいのもあり、やはり兄弟というものに憧れ、いつも理想のお兄ちゃん像を思い浮かべながら、ままごとをしていた。私は、だんだんとままごとだけでなく、一人公園で遊ぶ時も夕飯を食べている時でも、空想の兄を登場させては会話をするようになっていました。気味悪がった親は止めさせようとしたけれども、その癖はなかなか治らなかったそうです。しかし私も大きくなり、次第に社交的にもなりました。そんな私も大人になり、今では四つになる娘と、お腹の中に赤ちゃんがいます。私が妊娠する前まで兄弟をしきりに欲しがっていた娘が、パタリと兄弟の話をしなくなったので、M ちゃんは妹と弟どっちだと思う?と私から話しかけてみると、お兄ちゃん、と言いました。兄と弟の意味を間違えたのだと思い、M ちゃんの次に生まれてくるんだから、弟っていうのよ。と教えると、娘はムッとして、違うよ。ママのお兄ちゃんがお腹に入っているんだよ。ママのお腹に入る前まで一緒に遊んでたんだ。と言い出した。私は、幼い頃の自分を思い出し、この子も寂しかったのだろうと解釈していると、娘が、ひろしお兄ちゃん、いつもママを睨んでたよ。ゾワッと鳥肌が立ちました。私の想像の兄の名前もひろしでした。母に流産などの経験はなく、ひろしお兄ちゃんは確かに私の空想でした。わけがわからないまま、私は、不安の中でお腹を抱えています。ネットで見つけた怖い話。第6383話、カゴと呪いの石。去年の9月初旬の話、自動車の免許取ってもう2年、だいぶ運転にも慣れてきた頃、ちょっと県境の途中まではそう険しくない山にでも一人で行ってみようかなと、土日を利用して行ってきました。子供の頃、親父と舞茸取りに行ったのを思い出しながら道を探し、それっぽいところを見つけて適当に車を止めて、まあ誰も来ないしね、登り始めました。1時間ぐらい歩いたところで、自分の運動不足を思い知りました。何せ免許取ってからほとんど歩かない自転車も乗らなくなったで、そや当然だろうなと。そう思いながら登っていると、別になんでもない普通の登り道。とは言っても当然舗装された道路じゃないことは確かなんですが、普通なら絶対何も起こらないような、なだらかな道で足をひねって体勢を崩し、横にある沢の方へ転落。転がりながら最後に落下して、岩場らしきところに激突。そのまま気絶して、気がついたのがもう午後3時を回ったところ。30分ぐらいかな。その間に夢っぽいのを見てたんだけど、ここからが不思議体験。突然目の前に竜が現れた。蛇みたいなのではなく、トカゲかイグアナの前足を発達させたような、言ってみれば西洋風の竜、何か悩みがある様子で、曰く。君が寝てるそばの沢をちょっと下ると、ものっそい枯れ葉とゴミが詰まってるんで、なんとかならないかな。それからさらに下ると個体や落ちてるから、処分してほしいな。とのこと。ここで目が覚めて、捻挫した足引きずりながら沢を下ると該当箇所発見。ふらふらしながら撤去して、さらに下るタイヤ発見。大量にあったら恨んでたところだけど一個だけ。これならなんとか。っていうところで急に眠くなり、再び夢を見た。ありがとう。君はとてもいい人だね。お礼にこれをあげるよ。
これはカゴと呪いの石。持っていれば大抵の悪いものは寄ってこないよ。代わりに、外的な運気や機会までも寄せ付けないから、使い方は自分で考えてちょ。そんじゃね、起きたら夕方近く。ケツポケットには乳白色の小石。仰向けだったからケツがいてよと。なぜか捻挫がすっかり治ってて、服の汚れも取れてるマジック。もう暗くなるし、タイヤ転がしてそのまま帰ったとさ、沢伝い肉だったら、めっちゃ近くやんけ ORZ。後日、近所のお寺の見る方に名がけた住職の奥さんに。なんかもすぬごいものを持ってるね、一体何なん。って、会うなりいきなり言われたもんだから、嘘っぱちでもないと思うんだけど、なんじゃろねこの石、肝試しに行くときぐらいは使えるのかしらね。638。石の写真をピーしてちょ。すまん。そういう入力装置はスキャナしかありませんよ。見た目は、ほんとどこにでもありそうな3から4センチの形の良くない小石なんです。河原かどっかに稀に落ちてる色の普通なやつで。今は物置に飾ってあります。昔話的な落ちも怖いし、よく悪くもならないってのは、バケツに入った水と同じ感じがして。その瞬間が不幸だろうと幸せだろうとね。車に積むのは良い案かも、もともと乗せる女とかもいないしね。ええ。ネットで見つけた怖い話。第6384話、どこに行ってもすれ違うおじさん。私でなく友人の体験談、というか現在進行中。の話なんですが、危険なのか安全なのかわからない話でした。おかいたなら同じ体験してる人いそうなんで、ちょっと書き込みします。今日聞いた話なんですが、友人には、どこに行ってもすれ違うおじさん、がいるそうです。全くの他人なんですが、例えば東京にいようと京都にいようと、すれ違うことが多々あるそうなんです。それは物心ついた時から現在まで続いていて、幼い頃は、あれ？あの人知ってるなぁ、くらいの認識だったそうです。最近になって、これは危ないものなのかな、と疑問を持つようになったとのこと。幽霊っぽくはないし、こっちも見ない。本当にすれ違うだけの人。でも、声をかけたり振り返ってみることは、なんだかしたらやばいかも、と言ってました。なんなんでしょうねこれ。769だけど、服装は毎回同じってわけじゃないようで、その辺がお化けとは違うのかも。友人と共に、老けてきてるのか、と聞いてみた気がするけど、なんて言ってたっけ。ただ、幼い頃から20歳までの間、ずっと同じ人と認識できているから、あまり変化はないのかなぁ。私もソウルメイトだとも思ったけど、幼少の頃は地元から出ないものじゃん。で、その街ですれ違うから近所の人かと思ってたらしいけど、旅行で遠くに行ってもすれ違う。ついてくる？ってのがやだよね。9。安心するとかそういう感じは受けるのか。ええ？ない？9。やばそうな感じはするのか。ええ？別に。9。振り返って確認してみたことはあるか。生身の人ならまだ歩いてる姿が見えるだろうし。ええ？何か見ちゃいけないと思ってる。9。結論。生身の人間じゃないのか。ええ？かなぁ？さあ？よくわかりませんでした。オメガ、ストーカーということで、笑ってその場は終わりましたが、ソウルメイト、一般的な意味は、互いに深い精神的なつながりを感じる大切な人物。オカルト的な意味は、超自然的な、運命で結ばれた仲間。ネットで見つけた怖い話。第6385話、絆創膏。俺の思い出、幼稚園の頃、転んで引っかき傷つくって泣いてたら、同じクラスの女の子に絆創膏をもらったんだ。金属の箱に入ったやつ5枚ぐらいあった。全部あげる。無駄遣いしちゃダメよ。って、家に帰ってお袋に、絆創膏？怪我したの？って言われたんで、
剥がしてみせた。怪我なんてどこにもなくなってる。不思議だったけど、絆創膏のパワーだと信じた。何日かして朝ごはんの時、自分のお気に入りの茶碗にひびが入ってるのを発見。ガキの朝知恵だよね。ひびに絆創膏貼ってみたんだ。夕飯の時に剥がしたら治ってた。手押し車にアヒルがついてるおもちゃ。アヒルの首が取れちゃったんだけど、絆創膏貼っておいたらやっぱり治った。大切に使わなきゃと、さすがにことの重大さに気づいた矢先、うちの猫のヤーヤが車に轢かれた。残ってた絆創膏全部貼って、毛布をかけて幼稚園休んで看病した。泣き疲れて寝ちゃったんだよね。ヤーヤに顔を舐められて目を覚ました。治ってたんだ。傷なんか跡すら残ってない。明日幼稚園行ったらミヤちゃんにお礼言わなきゃ。絆創膏くれてありがとう。って、幼稚園行って気づいた。ミヤちゃんなんて女の子はいない。絆創膏をもらった時以外に、彼女を見たことなんてなかった。なのに僕は、彼女を見たとき、ミヤちゃんだとなぜだか思った。そういえば、ヤーヤを産んですぐに死んでしまった母猫もミヤだった。ネットで見つけた怖い話。第6386話、ストーカー？携帯から失礼します。未だに謎な体験です。私が中学生の当時、自宅に300から400件の板電話。母の色褪せにつき警察に相談。時代は、まだストーカーの言葉の認識なく、ナンバーディスプレイもありませんでした。警察も相手にしてくれず、NTT も板電の相手番号は教えられないという。自宅の番号変更希望するも、NTT からは月額約600円の、いたずら電話防止サービス、お勧められる。内容は、板電がかかってきたら NTT に電話。その番号だけを拒否。大体は、お客様のご都合により、そちらの番号からの通話はお受けできません。というアナウンスが流れる。しかし、全く役立たず。NTT に抗議し、最終的には自宅番号変更にて解決。母が度重なる無言電話に一度か二度説教していたら、テレクラにかけて、女の子からこの番号を聞いた。との話。女の子が適当に言った番号が、たまたまうちだったのだろうと予測。時は同じく私が中学生の頃。私は、自転車通学だったのだが、親しくなった友達が徒歩通学だったので、下校は自転車を転がして、その子と下校するようになりました。その友達と帰る時だけ、コース変更および徒歩でした。いつものように徒歩通学の友達と帰っていました。本当は車道側に自転車を位置するのが教わった交通ルールだったのですが、その時は、車道、私、自転車、友達、の並びで歩いていました。踏切を越えて数百メートル。対向車が通り過ぎるとき、ガラスの割れる音と左腕に激痛が、車は止まらず走り去りましたが、状況から私たちは、左サイドミラーと私の左腕が接触しサイドミラー大破と予測。ただ怪我もなく、痛みもすぐ収まった。帰宅して母に話したら、そういう時は警察に通報して、できればナンバー記憶しろ。と言われました。しばらくはその友達と下校するときは、対向車のナンバー記憶する練習したりしてました。さらに時は経ち、私は、高2になっていました。高校に入ってからできた同じ中学の友達に、ある日、〇〇、私、って、昔事故ったことあるでしょ。と、ニヤニヤしながら言われました。しばらく思い当たる事柄がなく、ふと気にかかったのは、先に書いたサイドミラーとの接触。しかし警察も介入してないし、事故というほどか？しかし友達は、そのことを言っていました。彼女のバイト先の某ファミレスにいる女性が、先の事故の加害者だという。しかも、私の記憶とかなり違った話をする。事故当時、私は、一人で自転車を坂から下ってきた。猛スピード。フロントガラスが割れた。というのが、女性の話した内容。
てか、一人で下校するときは、その道は通りません。坂って踏切のあの緩い坂？フロントガラス割れたら私は、大怪我。というか、私引かれたとしても、フロントガラス大破は無理じゃない。話が食い違いすぎでした。172。さや。ID。4Y。XO94。さらにその女性は、自分で通報し、私が警察に謝罪に行ったという。高2の時点で、警察なんか一度も行ったことないよ。しかも私の母親が、男連れで警察に怒鳴り込んだらしい。私は、母子家庭。その話を聞いた日、母にも聞いてみたがなんのこっちゃ。友達に、その女性に会わせてほしい。と言ったが、秘密にすると言って聞いた話なので無理。と言われた。ファミレスに乗り込むか悩んでたら、その女性はすぐ辞めたとの話。174。さや。ID。4Y。XO94。さらに不可解なのが、謝罪するためにうちに電話したと女性は言っていて、私は、電話に出なかったそうな。詳しく友達に追求したら、お客様の追ってアナウンスが流れた、って言ってたよ。だって、時期的に見て、最初に書いた、いたずら電話防止サービス、だわ。いたずら電話しない限り、そのアナウンス流れないんだけど。母は、その女はなんで、私が進学した高校まで知ってるんだ？と気持ち悪がってた。女性の元彼が知っていたらしいが、その存在の有無も謎。長い割に、文章にすると意外とつまんなかったかな。一つ一つは大したことないんだけど、全部繋がってるのが気持ち悪い。175。ほんのり怖いってか、確かに謎だね。気も怖い。その女性がその場所で事故したことがあっても、被害者がさやさんって、その女性にどうしてわかるんだ？さやさんの事故は軽札どころか、車を止めずに走り去ったんだしね。さやさん家に謝罪電話もしたって言ってるし、初めからさやさんを狙ってサイドミラーぶつけてきたんかな。女性の年齢がわかんないけど、なんか恨まれる心当たり。逆恨みでも、あるかな？お母さんも。それとも、女性は被害者の名前は知らなかったけど、バイト友達と事故話してて、被害者が偶然同級生と分かって引っ込みがつかなくなり、適当な話にすり替えたんだろうか。またまた、その高校友達は、信頼できるのかな。さやさんの事故話やらを聞いてて、作り話してからかった。とかないよね。いたずらなら楽に安心だけど、これからも気をつけてね。1853。適当な話をすり替えたにしては、番号変更前の自宅番号知ってたり、中学生の頃の私の髪型やジャージの色も知ってたんですよね。恨みがあるとすれば、母が水商売してましたので、客関係っぽいですね。ネットで見つけた怖い話。第6387話、ジジイヌ。うちのジジイヌオンリーだけど、俺は、夢で犬と会話できるっぽい。ジジイヌと同じ部屋で寝てると、大概ジジイヌと喋ってる気がする。若いの、女は、まだできんのか？うるさいよじいさん。余生されとるやつに言われたかないわ。やかましい。お前に種なしになる辛さがわかるか。知らんね。なら教えてやるわ。まあ待て落ち着けじじい。お、宅配便が来おったぞ。マジで？起きるわ。これが一番新しい会話、一昨日の。この日は覚えが悪くて、全部覚えてはいなかった。そんで起きた時、ちょうどチャイムが鳴って黒猫が来てた。俺は、近所の人が知ってる以上に、近所のことについて詳しい。ジジイヌに教えてもらったことをうっかり言ったことで、近所の人が解雇されたのを暴いてしまって、えらいことになった時もあった。俺が大学行ってる間のことも何もかんも知ってるし、犬だから誰も警戒しないんだろうな。確か高2くらいからだった気がする。わかる様になったの。部活から帰ってきて畳の部屋で寝てたら、声かけられたんだよな。サイなのはわかるけど、若いの。
って呼ばれるのはちょっとアレな気がする。みんな妄想だとか言うけどねえ。668。裏山。ちょっと恥ずかしいのだが、俺は、飼い犬を見ながら常々思っていたことがある。もしこいつが喋れたなら、広島弁。俺、広島在住。なのだろうかと。668よ。お前が地方人であるなら、どうだったのか教えてくれ。671。関西圏です。ジジイヌは標準語に近い関西弁のジジ語な気がする。ジジイヌとの会話。俺が妙に標準語混じってるのは、大学入ってからちょっと変化したのです。それも昔突っ込まれたな。若いの知っとるか。何が？ハス向かいのでかいのがおるだろう。田中さん。亀井。か？そうそう。あいつは怪しいぞ。なんでなん？あいつ、浅井を出た小山市の町。亀井。で見かけた。別にええやん。仕事中やったかも。ありえん、ここ4日ほど見てたがおかしい。最近昼飯食わずに家出てると思えば、質派亀やってたんか。そういうな。お前だってわしほっといて大学に行ってるだろう。しばらくは様子見だなぁ。で、1ヶ月くらいだったかな。また声かけられて。若いの。わかったぞ。何よ？ハス向かいのでかいの、仕事がなくなったようだな。マジで？何もせずぼーっとしとる。あら確実だ。はぁ、なるほど。お前もああなってはいかんぞ。でもってその日の晩、おかんと飯食ってた時うっかり。田中さん、亀井、首なったらしいなぁ。そうなん。あらぁ、ほんまぁ。いややわぁ、みたいな会話をしてしまった。その次の週くらいに、おかんが田中さん、亀井、とこの嫁さんに、ご主人を仕事なくされたらしいですなぁ。お気の毒に、何でも力になるわぁ。と親切心バリバリで言ったところ、嫁さんはそんなこと知らず、その日の晩は馬勢と怒号が飛び交いましたとさ。結構みんな喜んでて、嬉しい私とジジイヌですが、何かエピソードと言われましても、あんまりないんですよねー。なんつうか、普通にじい様とダラダラ喋ってるのとさして変わらん、ってのがその理由なのかな。たまに、やっぱり、ああこのジジイはやっぱり犬だな、って思うことがあるけど、肉が食いたい、とか言われた時とか。正直、首発覚事件くらいしか書くことがないんですよ。霊が見えたりすやネタにはなるんですが、あいにく普通の犬だし、そもそも、なんで俺は、毎度犬と喋ってる夢見るんかね？でも最近意外な発見はあったな。犬飼ってる人向け、骨っこってあるでしょ？あれの話なんだけど。若いの。何よ？毎度もらってる飯に注文つけて悪いんだが。うん？骨が欲しい。偽物のやつは嫌だ。ああ、骨っこ？なんというか知らんが、昨日食べたやつ。ああ、骨っこだわ。その骨っこな、何か悲しいから、本物の方にしてもらいたいんだが。ほう、でもあんた喜んで食べてたやん。なんか噛みつかずにはいられんというか、それでも騙された感があって虚しいのだ。サイカー。でも俺らもそんな感じやで。そうなんか？毎度いろいろうまそうに食ってるように見えるが。いや、そういうの偽物系よくあるで、カニカマとか。なんじゃそれは。カニっぽいけど魚な食べ物。ほう、若いの、それよく食べとるのか？割とよく食うなぁ、小腹減った時とか。ほう、みんなそれなりに苦労を抱えてるんだなぁ、我慢する。まあ苦労ってほどやあらへんけど。まあおかんに言うとくわ。よろしゅう頼む。だそうで、骨っこは虚しいらしいです。できるだけ本物の骨あげてください。個人差があると思うけど。鳥の骨はダメですよ。
今日のオカルトスレ。心霊。自分の心霊体験を語ってほしい。聞いた話や見た話じゃなく自分で体験した本当の話をしてほしい。リンク。朝5時過ぎ、課題が迫ってたから学校に行こうと思ってバス停でバスを待っていた。もちろんバス停には自分一人。11月頃で朝方はまあまあ寒かった。少し寝ぼけながらバス停の椅子に座って待っているとふとした瞬間空気がさらにピンと張り詰めて冷たく感じた。気づくといきなり横に人が立っていた。しかもビクトリアン調の綺麗な黒いロングドレスを着た女の人。横目でチラッとしか見てないから顔は見てない。なぜかその人はもやがかかっていてキラキラしているように見えた。びっくりしているのもつかの間、すぐに自分は乗らないバスがやってきた。扉が開いた瞬間、女の人はぬるーと足音のない不思議な素早い動きでそのバスに乗ってバスは普通に去っていった。乗るとき後ろ姿を見たんだけどなぜか傘を差したままバスに乗ってた。トトロみたいだなと思った。別スレで書いたやつ言うよう。自分が行っていた大学は山の中にあった。しかも墓地の大半を壊して、一部は残っている。その上に建てたものだから何やらわからないものがいろいろいた。でも大体干渉はしてこなかった。ただ存在しているだけだった。いろいろ見たけど一番印象的なのは早朝に生垣の横を歩いてた足だけの存在。どこかにまっすぐ歩いていった。同じものを別の場所で友達の友達、違う学部、の子が見たらしいからこれは絶対いたと思う。ちなみに建物が建っていない山中に分かれた井戸があって駅出てた。学校ってやたら霊的な存在がいるよね。で、大体は干渉してこないんだけどたまに驚かせてくるのもいた。図書館で DVD を探してて適当に2から3本取ったら取った場所が真っ黒な空間になっててその空間の真ん中に目玉が一つ現れた。びっくりして DVD 戻した。7。お前さん東松山校舎だろ。7は自分だよ。違うよ、東松山校舎とは？同じようなのいた？誰も見てないかもだか書くわ。小学生の頃友達 A が京都に里帰りしに行ったんだか、それに私と何人か他の友達もついて行ってバーベキューとかしたんだ。で、お腹もいっぱいになって暇だからあたりでも冒険しようぜってなって。誘ったのとはまた別の友達とバーベキューをした家の周りを冒険、笑い、してたんだ。歩いて5分もしないぐらいかな？変な木製の立派なもん、お寺のイメージ、みたいなのがあって面白そうだから入ろうということになった。でもそこの周りは木で薄暗いし、虫もすごく多くて女子の友達が嫌がったんで行くのは止めた。分けるわ。でも俺は、気になって一人で門の近くまで階段を登って行ったんだ。そしたらさ、今でも鮮明に覚えてるわ。なんか生ぬるい風が吹いてきてさ、よくわかんないけど変な感じがしたんだよ。それで俺もビビって逃げた。その日は楽しい1日を過ごして帰ったんだ。で、次の年にまた友達の里帰りについて行ってバーベキューしたりしててさ、男子の友達がさ、4年行かなかったとこに行こうって言い出して嫌がってた女子も巻き込んで行ったんだ。門の奥は長い道になってて歩いても歩いても先が見えなかった。十分以上は歩いたと思う。神社に出た。その道は神社の横にある脇道？みたいなのだった。そこからはお参り。金がなかったからお賽銭は入れずに。したり、お茶屋の前で遊んだりして。また元来た道から帰ったんだ。
で、門が見えたあたりで女子がいきなり叫び出してさ。俺、うお、なんだよ。女子 A、門見て、門、男子 A、うわ、門の裏だからさ、気づかなかったんだよ。入った時は振り返らなかったし。門の壁にびっしりとさ、赤い手形がついてたんだ。変な文字も書いてたけど内容は忘れた。俺も友達もみんなで必死に走ってバーベキューした家まで戻った。とりあえず遊んで気を紛らわそうってことになって近くの川に遊びに行ったんだ。その日2回目。で、さっき川で捕まえておいたカエルの様子見たら写真出たんだよ。その後も遊び疲れなのか知らんが友達数名と俺は、怪我をした、こう、爪をベリッと。それだけだ、思い出して書きたくなったから書いた。オチもないしあんま怖くないな、すまん。お疲れ様。リアルにありそうで怖い。京都のどのあたりでバーベキューしてたの？どの辺だか忘れたんだよな。小学生4年生頃のことだし。残念。京都にいるから探してみたいなと思ったんだけどな。では、俺の母のことについて話そうか。まず、俺の母は日本人ではない。俺もハーフとかダブルとかそう呼ばれる。いわゆる二重国籍ってやつだ。母の国ではキリスト教が大半で母もそうなんだが、父の方は仏教だった。で、これまた俺が幼い頃、母が行っている教会の人たちが俺の家に2、3人来て屋根裏部屋にある木製の十字架みたいなやつを外していった。母曰く偶像崇拝のものらしい。とりあえず分けるぞ。京都についてだが、こっちでも記憶を頼りにいろいろ調べてるんだ。分かったら書き込む。その日から家がおかしくなったとでも言えばいいのか？今でも続いてるんだが。家中の扉すべてそうなんだが、風が吹いてもいないのに勝手に開く横に開けるタイプのやつも、だ。勝手にテレビがつく。隣の家のばあさんが朝までとても元気だったのに夕方帰ってきたら亡くなっていた。それで仲良かったうちのばあちゃんが気を病んでおかしくなった。ばあさん関係は普通に寿命だとしても、テレビが勝手についたり、ドアが勝手に開くのはおかしい。だけど、どの現象も俺しか遭遇しないんだ。まあ、両親は優しいから信じてくれてるけど、悪霊が取り付いてるとかうるさい。それは、いいとして、うちんちに来た友人もドアが勝手に開く現象に遭遇したりすることが2、3ヶ月前に分かった。来るたびにそうだから今では友人も慣れてしまってるがな。東？すまんよくわからん。で、最近ではヒートアップしてきてな。前まではリビングでくつろいでいたらお風呂場のところから音が聞こえてみたら開いてた。みたいな感じだったんだか、最近では、というか里帰りのやつを売っている時も、自分がいる部屋の扉が開いたしっかりと閉めていたのに、友人に対するドア開きもひどくなってきている。友人がトイレから帰ってきて真っ青な顔で、って、洗ってたら後ろのドア開いた。やべえ、って言われた。そこで聞きたいんだか、家から取り除いたやつ何なのかわかるやついねえか？わからん。テレビはとりあえず主電源を切ったり電源抜けばよいと思う。昔やたら深夜についたり消えたりしてた時そうやった。それでもついたらやばいな。でも怖いってのはわかる。親かじいちゃんばあちゃんに聞いたら？あとは持ち去った人らに聞くか。でも何なのかは知りたいんだ。皆は家を建てた時になんか十字架みたいなやつに紅白の紐取り付けたみたいなやつを飾るか？違うものでも何かを祀ったり、安全を祈って的なやつないか？屋根裏になんかある古い家ってあるな。見たことはあるけど知らん。ざっと調べてみた。前、
胸上げ式の時に飾る五色布。他にも塔の一番高い柱には閉塞、魔除け、家を建てた日付や大工の棟梁の名前が入ってたりする。以上、56のやつなら多分取っても大丈夫だと思うよ。手か引き渡す時にはもうなかったりするものじゃないかな？地域によるのかな？一瞬建築事務所にいたけど建ててる途中には似たようなのあったけど引き渡しの時はなかったような気がする。おはようございます。面白そうなスレですね。私も怖いかどうかと言われたら、人様の感性任せだから何とも言えないけど結構あります。小さな頃住んでた家にいた複数いた同居人の話。保育園から帰宅後に、よく遊ぶお友達の家に行く前に喉が渇いたし、とりあえず何か飲もうと母に断りもなく勝手に冷蔵庫を開けたら、いきなり背後、息がかかるくらい本当に真後ろから。何してるの？低い男の人の声で言われ、驚いて冷蔵庫のドア閉めて振り返ってみたら、上半身というか腰あたりから上だけ床から出た感じの男の人がいた。ちょうど目線が同じくらいだから、思いっきり目の前に顔があるのでひゅっと息を飲み込んだまま、声も出せず硬直して動けなくなってしまった。鼻先5センチもない。面白そうに笑う顔つきが、そこらにいる普通の男の人なんだけどやたらに怖くて、しばらくそのまま立ち尽くしていたんだけどね。唐突に、ダメだよ、と言われたのだけど、その男の人は背を向け相変わらず床から腰あたりから上だけの姿で、台所の壁に向かいそのまま壁に入っていってしまった。冷蔵庫の前で固まってる私を母が見つけ、そんなところで何してるの？と声をかけられ、やっと我に返り母に今起きたこと伝えたけど、頭を撫でてうなずきながら聞いてるだけだった。暇だから一つ体験談を書いておく。オチはない。ずいぶん前のことなんだが、俺は、一時異世界系のオカルトにハマってた。中でもキサラギ駅とかをよく調べていたんだが、ある日いつも通りにキサラギ駅について調べてたらいい感じのサイトを見つけた。ラッキーと思いながら読んでいたんだが、その時にパソコンがバグった。画面が3分の1ぐらいの大きさになって右上に出るんだ。その状態で固まってしばらくしたら今度はその状態のまま色が反転した。そして電源が切れた。切れたすぐ後に電源を入れてサイトをもう一度開くが何の異常もなかった。そのパソコンがバグったのは後にも先にもその時だけだったよ。そんなに怖くないが、小4ぐらいの時の体験。うちは店やっててその前に幼稚園があって、そこの壁にボール当て、一人キャッチボールをしてたんだ。夏の夕暮れ時だったかな？30分ぐらいボール当てしてたら同じ年頃の女の子が声かけてきて、私にもやらせてって言ってきたので、いいよってボール渡して投げさせた。俺は、この時女の子のことを店の中にいる自分の姉だとなぜか思い込んでいた。投げたボールが少しイレギュラーしてキャッチできず、俺が走って取りに行った。この間5秒もなかったが、女の子は消えていた。急いで店の中にいた姉に、なんで一回投げただけでいなくなるん？って聞いたら、母と一緒にずっといて外には出ていないとのこと。店と幼稚園の間の道は一本道で隠れるようなところはなかったので俺は、ゾッとした。そしてどんなに思い出そうとしてもその女の子の顔は全く思い出せなかった。以上です M。M。ボール投げてみたかったのかな。怖がらなくても良いと思うよ。ゾッとはしたけど怖くはなかったよ。なんかほっこりしたような。笑い。不思議な体験でした。
普段は母と二人で寝ていたので、当然のように母が部屋から出て行ったと思いました。すりガラス越しに人影も見て、廊下を遠ざかる足音も聞き、トイレに行ったのかな?くらいに思いました。寝直そうと母の布団の方へ寝返りしたら、母は自分の布団で寝ていたので驚きました。父は仕事でいないし、今部屋を出て行った人は誰?と考えながら怖くなったけど、本当に寝ているのは母なのかな?と確認しようとしたとき、廊下から足音が戻ってくるのが聞こえてきたので、慌てタオルケットをかぶり寝たふりしました。部屋の戸が開く音とともに、誰かが部屋に入ってくるのがわかり心臓がドキドキして、怖くて泣きそうになりながら息を潜めて、目をさらにぐっとつぶりました。しばらく経って足音が聞こえないし、その時うつ伏せになっていたのですが、恐る恐る目を開けたら、かぶってたタオルケットの隙間から枕元に足が見えて、慌てまた目をぐっとつぶりましたが足が見えているままなんです。そして、その足の人が私を上から見下ろしているのがわかりました。もう本当に怖くて、多分泣いていたと思いますがただ耐えるしかなくて、声を出したらダメだと思いました。怖いのを我慢していると、足の人が見下ろすのを止めて今度は私の布団の周りを、ゆっくり歩いて回り始めたのがわかりました。いつまで回っているのかな?早くいなくなってほしい。と、思ったらその足の人は布団の周りを歩くのをやめ止まりました。少しして今度は母の布団の方へ、ゆっくり歩いていくのがわかりましたがそのまま足音が遠ざかりました。しばらくは怖くて泣きながら、タオルケットをかぶってたけど意を決して起き上がり、母の方というか足音、が消えた方を見たけど誰もいません。母がいつも通り布団で寝ているだけで、父の布団も当然敷いてなくその先は押し入れの襖だけです。意味はわからないけれども、また怖くなって泣きながらタオルケットをかぶり目をぐっとつぶりました。そのままいつの間にか寝てしまい、次に目が覚めた時は朝でした。おっさんが来てたんだよ。どこにもいなかったけど、もしそうなら、布団の周りを歩くのは一体何してる?という疑問。でもね、実はこの足の人が、後から結構年配の女性と判明いたしますので違います。見えた足はシワシワだったんですか?小3の頃だったかな、家族で花火することになった。その頃は、花火することが嬉しくて、早く花火したくて玄関で一人、母さんたちの準備を待ってた。すると、今から熱いするの?っていう、おじちゃんの声がした。無邪気に、うん?って答えた。けどうち、おじいちゃんとは同居してないし、おじちゃんらしき人が訪問してきたわけでもなかった。熱いってなんだろって疑問だけ残ってる。まあ、今んとこ元気だしいっかな、うん。花火のことを熱いって言ってるおじさん、なんか可愛いな。私も体験談。書き込んでもいいですか?書き込むのは初めてなのでお柔らかにお願いしたいのですが。どうぞ、楽しみにしてます。ありがとうございます。では書き込めせていただきます。そんなに怖くありません。これは最近よくあることなんですが、私の家に私や家族以外の誰かがいて、よくいたずらなどを仕掛けてくるんです。歯ブラシを勝手に並べ替えたり、真夜中にシャワーを出したり、一瞬ですがそこにいたり、おもちゃを鳴らしたりと、とても些細ないたずらなんです。ですが少し前、ちょっと硬直するようなことがありました。私が留守番をしてて、電源を消したテレビの前で母と電話をしていた時です。私、オケオケ、洗濯物取り込んどけいいんだね。
はは。うん、じゃあよろしくねえ。私、了解。その時です。プチ、私、は、勝手にテレビがついたんです。しかも私の目の前で。リアルにファッと言いました。これまで真夜中に勝手につくことはあっても、目の前ではそんなことはありませんでした。はは、どした?私、テレビが勝手につきよった。その後光の速さで消したんですが、やっぱりあれはビビりました。それからはそれまで通り些細なことを仕掛けたりはしますが、一瞬だけそこにいる方が多くなった気がします。なんだかほっこりしました。その誰かさんは193さんの家が好きなのかもしれませんね。そうですね。母も笑い声を聞いたことがあるそうなので、ちゃめっ気たっぷりな子なのでしょう。6歳か7歳の頃、化石を探しに一人で来た近所の河原でお金を拾った。焚き火をした後のような燃えかすの中に1円玉から500円玉、他にも穴の開いた古銭なんかがザックザク残されていて、それを私は、全部集めて持って帰ってきてしまった。結果的にそれは小動物とお金を一緒に燃やし何かをなすまじないの後だったらしく、大金を持って帰ってきた私を不審に思ったばあちゃんに気づかれ、私は、勘の虫や子供へのおまじないなんかをしてくれていた巫女さんの元に連れて行かれた。呪文を読まれたり叱られたり、何か儀式的なものは特別行われなかったけれど、巫女さんのおばあさんのお話を聞き、お堂でそうめんを食べさせられた。次の日の明け方、これは関係があるかどうかわからないけれど、隣の家、といっても500メートルくらい離れている、の息子さん、当時30代、が発狂し、油をかぶって車の中で焼身自殺をした。そして巫女さんやじいちゃんばあちゃんからこのことをみんなにベラベラ言いふらさないようにと念を押され、もう終わったから、とその日予定されていた巫女さんの家へ行く予定もキャンセルになった。それ以降、この話は話題にも上らなかったのだけれどつい最近家を改築するときにふと思い出して、少しばあちゃんに話を聞いたりしたので書き込んでみた。特にスッキリするオチはないけれど、自分の体験した唯一の話。すみません遅くなりました。足の人の後日談を書き込みさせていただきますね。足の人を見てから、保育園でのお昼寝すら猛烈に断固拒否をして嫁が覚めないように、小さいながら頑張っていたある日。我が家がこの年地域の係を担当していたので、この日も父の代わりに母が配り物に出かける前に、お友達の A ちゃんが遊びに来る約束していたので、おやつやジュースを用意していってくれました。A ちゃんが来るのを待つ間、ワクワクしながらおもちゃや着せ替え人形、紙のやつ、を用意していました。お友達が来るの?突然声をかけられ、うん、A ちゃんが来るの?と返事をして、声のする方へ向くとちょうど部屋のと、例の上が障子で差がすりガラス、が開くところでした。すりガラス越しに白っぽい人影を見て、あれ?と思う間にとは秋白地に紺色の朝顔の柄の浴衣?起きた、当時の曾祖母、71から72歳、くらいの女性が立ってました。続きます。198、続き。とても優しそうにニコニコしてるのに、急に怖くなり声も出せなければ身体も動かないし、心臓がドキドキして泣きそうになりました。そうです、あの晩の足の人だと思いました。どうしたの?依然として優しそうにニコニコしながら、声をかけてくるけどそれどころではなく、おばあちゃん、当時の私から見て、が部屋に一歩踏み出したとき、
玄関がガラガラ開く音がしました。私ちゃーん、あっそぼー。と、A ちゃんの元気な声が聞こえ身体の力が抜けました。そう、お友達来ちゃったみたいね。そう優しそうな声で言って、おばあちゃんはまた戸を閉めて去っていきました。おばあちゃんと入れ違いに、A ちゃんの元気な足音が聞こえてきて戸が開き、今日は何して遊ぶ?という A ちゃんの笑顔に安心しました。その後は恐ろさを振り払うように、必死に遊びに没頭していたので母が帰ってきたとき、母に駆け寄りしがみついて大泣きしたのを覚えてます。A ちゃんは自分が泣かしたと思って、一生懸命私や母に謝っていてかわいそうでした。優しいおばあちゃんだったんですね。A ちゃんもいい子ですね。このおばあちゃんは A ちゃんが来なかったら何をしたんだろうね W。いやいや怖いこと言わないでください。オメガ。今のところ記憶上では、実害はなかったはず。とにかく優しそうにニコニコしてる印象です。書き込みをしていて、足の人のさらに別な日のでらいことを少し思い出しました。昔は酒屋さんが各家に来て、注文を受けて頼んだものを持ってきてくれるのが普通でした。近所の家も大体、ビールやジュース類はケースで頼んでいて、家の階段下やあまり日の当たらない場所に保管していました。私の実家のあたりは、お盆や正月、法事の人が集まるとき、老夫婦世帯は今でも頼んでるようです。確か冷蔵庫に冷やして多分がなくなり、補充用に母に頼まれ3つ野菜だ。もちろん瓶。おとりに、階段下のスペースが廊下の突き当たりにあり、いつもそこに保管していたので向かいました。2本持つのが限界だったため、1本ずつ片手に持ち戻ろうと振り返ると、あの足の人のおばあちゃんが立っていました。やはり優しそうにニコニコしていたけど、一瞬にして怖くなって心臓がドキドキして、声が出ないし身体も動かなくなりました。お手伝いしているの?優しくニコニコしながら、おばあちゃんはそれだけ言って背を向けゆっくり歩いて行ってしまいました。姿が見えなくなるまで、その場に固まったまま立っていたのですが、手のひらに汗をかいていたらしくゴトン、と、サイダーの瓶が落ちる音で我に返りました。サイダーどころじゃなくなり、一目散に台所で食事の準備をする母の元へ走り、しがみついてまたまた大泣きしながら今の出来事を説明したのですが、母はただ黙って、私の頭を撫でてくれるだけでした。おばあさんはその家についていたのかな?そうだと思います。他の同居人も、あの家にもともといた人たちなんだと思ってます。ちなみに、足の人のおばあちゃんが一番優しそうな人でした。新しい家は新しい家で、多分霊道か何かが通っていてですね、通りすがりの人に驚いたりしてましたね。ついてたうちに愛着が湧いたのかもしれませんね。遭遇していた家にまだいたりするかもしれませんね。初盆で、ばあちゃん出たわ。明るくなりつつある早朝だった。寝てる俺の足元のドアが開いて、母さんが仏壇にご飯をあげに来たのかと思ったけど、俺の枕元に回り込んできたから、誰かなと、薄目を開けたら、ばあちゃんだった。みーちゃん、母さん、によろしく言うとってな。だってさ、台所で朝の支度をしている母さんは気づいてくれなかったらしい。薄暗い部屋の中でも、自ら、わずかに光っているみたいで姿はくっきり判別できた。棺桶の中で着てたまんまの菊の花の服を着てたわ。寝ぼけながら俺が、わかった。と返事したら、寝てる俺の頭の方にある窓の網戸を、ゆっくり歩くようにすり抜けて外へ出て行った。幽霊と会話したのも、今のところそれが最初で最後、25年前くらいの話。
18歳の時よく心霊スポットの京都の K ホテルてとこ頻繁に行ってて、ある日初対面の女に出会って5分くらいで目合った途端ボロ泣きされて、いろいろ言い当てられた時は霊感ゼロの俺でも少し霊の存在信じたな。俺を可愛がってくれてたじいちゃんが初盆に出てきたことあるわ。地域の盆踊り会場で、そこの端にあった松の木の横で仁王立ち&すごい笑顔で俺を見てた。あれ?と思って振り返ったけど、もういなかった。空手の先生やってたじいちゃんらしい立ち姿だったな。25年経った今もまだ鮮明に覚えてるわ。勝手に書き越しちゃいますね。笑い。あの初めてを書いたを使うので変であったとしても、許してやってください。長くなるので分けさせてもらいますね。家にいる時に寒気というのか、焦燥感に駆られることは昔からありまして。ある日はトイレ、別の日ではトイレで感じなくなり、今度はお風呂場でシャワーを浴びてる際にゾクッとくるといったものです。そういう時は、ずっと急いでここから出なきゃ8252と心では思ってるのですが、実際には普段の動作のままです。戦術したものとこれは、昔からよくあることなんであまり気にしてないのですが、一応、感じたもの書いときます。自分の手を触るように寒気がなったり、後ろから抱きしめられるような感覚があったり、その感覚が消えるまで放置するのが私のいつもの対処法です。またかと許しちゃう自分も自分ですが、笑い。それがいつものとは違うことがありました。それが最近ひどくなりまして、今まで感じるだけで、見たことなんてなかったんですが、ちらっとお風呂場の小窓付近から髪をバサッと伸ばしたような女性が一瞬見えた気がしたり、子供の頃に遊びの景品としてもらった水晶をなぜか探してずっと握るなんて珍しいことするようになったので、友人に相談したところ、誕生日プレゼントとして魔除け用の数珠、ブレスレットをもらいました。つけたその瞬間から身体がバクバクとなって、暖かくなりました。不思議だなぁと思っただけなんですが、家に帰ってもあの連日あった焦燥感が減ったりして、お、ラッキーと思ったぐらいでした。その日の夜、今に家族といた時、壁に背をつけて座っているとなぜか水滴が頬に当たりまして、慌てて片手を上に伸ばして手を握るような動作をしたと思います。その時は、ごめん、ごめん、やりすぎたね、ごめん、と心の中で謝ってました。ブレスはつけて寝ました。その次の日、朝起きたらブレスのすべての玉にひびが入ってました。普通であれば入らないはずなものです。コード7です。ダイヤモンドのコードは10なので、なんとなくそんなものの交差かと思ってもらえば嬉しいです。そして洗面所で顔を洗っていたところ、不意に新正面にある大きな鏡を見た時に、先日見た、貞子さんみたいなあの女性が一瞬隣にいました。それ以降は、何もなくなったので言ったのかな?と思います。テレビで聞きましたが、悪意のない幽霊だとしても側に挙させるのはよくは、ないらしいので何かしらの対処した方が良いみたいです。それでも、物が動いたりしたならば、座敷わらしさんのいたずらだと考えて、怯えず堂々としてた方が良いですよ。今から20年前の大学時代の頃の話です。俺は、中2くらいから心霊関係に興味が湧き、テレビの特集見たり、本屋で心霊写真集見たりしてたら、結構な頻度で金縛りに遭うようになりました。それでも金縛り程度でこれといった体験はありませんでした。初めて幽霊を見た経験。
大学のテストで家で夜中に勉強していたがすぐ気に嫌になって寝ることにした。深夜2時近くだったかな。寝てると金縛りに遭う予兆。耳鳴り。化したので、寝返り応答としたがタイミングが遅く金縛りになった。ああ、遅かったかー。くらいに頻繁に会っていたので金縛りは収まった後、身体を起こそうとしたら部屋に誰かいる。ベランダ側の部屋の中に人がうつむいて立ってました。うわ誰？って、かなり驚いてしばらく固まっているとその人は俺の部屋から今に向かう扉の方にスーッと向かっていきました。え、白い。暗闇の中に白く浮かび上がってる感じ。女の人？いや、泥棒だ。って結論に至りと、今に行く扉を開けようとしたら、背中を蹴って倒そう。って身構えました。すると部屋の真ん中あたりで、身構えた俺に気づいて、こちらを向いて一瞬止まりました。やばい、気づかれた。と焦りました。が、泥棒はすぐにベランダ側を向き直して、戻っていきました。こいつ、床を滑って移動してんの？なんで？とやはり固まっていると、部屋の角でふっと消えました。え、泥棒が消えたなんで？って考えましたが身体が動く状態なので、まずすぐに電気をつけました。そして驚いたのは、俺の部屋は4畳の狭い部屋でベッドやステレオセット、部屋の真ん中には麻雀用にこたつがあり、部屋を横切るには大股でいいってこたつをまたがないといけないのに、部屋の真ん中を滑るように移動したこと。そして初めて、幽霊ってことを認識し、初の幽霊体験をしました。追伸、次の日のテストはボロボロでした。事故物件に住んでるカズレーザーは、ここに住んでから運気が急上昇中。お盆の盆踊りって先祖の霊を鎮める踊りなんだって。地域によってはお面をかぶってみんなで踊ったりして、昔の盆踊りは電気なかったから提灯の明かりで暗くて、みんなお面かぶってるから、亡くなった人が出てきて一緒に参加しててもわからないような感じだったんだって。ハロウィンみたいな感じなのかね。中学生の頃、修学旅行が南国の方だったんだが、そこのホテルで撮った写真に俺と友人たちと、あと青白い人がいかにも消えそうな感じで写ってた。そこで初めて心霊写真を撮って心霊写真って本当にあったのかと確信した。旅行中の心霊写真なら自分も見たことある。小学生の旅行での写真なんだが個人的な撮影じゃなくて、学校側が呼んだカメラマンが撮った写真の中の一枚に空中に顔が浮かんでたものがあった。購入用に写真の一覧が貼り出された時に誰かがそれに気づいてクラス中は大騒ぎなった。当時の先生は否定してたけど今思い返しても普通では顔は映りようがない位置だし。学校側のカメラマンがいたずらをしたというのもの考えづらい。その写真に写ってた人に申し訳ないけど非常に不気味だった。十数年前の話ですけども、夜逃げ跡のような民家を見つけた時のこと。高校の頃、すごい田舎の全寮制の学校に通ってて、娯楽という娯楽が全部持ち込み禁止だった。土日はすることもないしで、みなして裏山一つ使って軽泥したり、数百段ある神社の階段を駆け上がったりしてた。当時数えた時は200後半だった気がする。んで、その神社登っていく途中、うっすらと獣道があった。特に行く気にもならなかった。蜘蛛の巣と格差がぼうぼうすぎて。ただ、あまりにもすることがなく、11月の寒くなってきたこともあり、虫も雑草も少なくなってたので雑草をじまえ、友人の、のサバイバルナイフで切りながら進んだ。とは言っても、サバイバルナイフごときでなんとかなるような道ではなかったのは覚えてる。自慢げに持ってきた友人がいたたまれない空気を醸し出していた。まあ、なんやかんやでその獣道を進んでいったら、
背の高い雑草に囲まれてひっそりと民家があった。もう時代劇で出てきそうな間取りの家。玄関の引き戸、入ると目の前石畳の段差、そこから部屋に入るとすぐにいろりがあった。玄関の右手には釜と、まさに釜飯を炊くやつ。ただ、確実に人は住んでいない気配はあった。引き戸を無理やりこじ開けたのだか、開ける前は人がいたらどうしようとビクビクしていた W。今思うと、歴史を感じる間取りだなぁ、と思うが、実際は冷蔵庫や炊飯器、洗濯機、ブラウン管テレビが置いてあり、現代的な暮らしをしていたようだった。2000年ぐらいのタウンワークが洗濯機の上に置いてあったことをよく覚えている。夜逃げと言ったのは、玄関周りを漁った結果、戸棚や引き出しの中に調味料や私物がたくさん残っており、それこそ急にいなくなったかのような状態だったからだ。ただ、高校生という中二病を卒業したばかりのアホどもにとっては、変な妄想が膨らむばかりだった。かくいう私は、バイオハザード的な展開を想像していた。続きます。248の続きです。というのも、玄関から畳の部屋があり奥ので窓まで見通せる間取りなのだが、真ん中に手前と奥側に仕切る洋風のカーテンがあった。しかも、中途半端に半分閉まっていて、奥側の半分が見えない。何より怖いと思ったのが、病院に置いてあるような少し背の高いベッドがあった。別に人が潜んでいるとは思わなかったのだが、ベッドの上にパンパンに積まれたゴミ袋が積んであり、なぜかその上から薄いタオルケットのようなものが被せてあった。本当はそこに行って確かめるつもりだったが、ホラー的な恐怖と法を犯している恐怖で、上がり込むことができなかった。友人も私もめちゃくちゃ怖がっていたわけでもない。ただなんとなくやめとこうという気持ちが大きかったのは確かだ。霊感とかあるわけじゃないけど、どちらかというと罰が当たりそうというのが実際の感覚だ。友人は当時は高価だったデジカメで心霊写真撮ると言って、数十枚パシャパシャやつて、引き戸を元に戻して帰路についた。長々と書いたが怖い体験は特にない。特にないが、その夜、私は、皆の前で盛大にゲロをぶちまけた。5分ほどで急激な吐き気に襲われ、集合時間で寮館からのお知らせなかということもあり、その場でやってしまった。恥ずかしかった。たらふく食った夕飯のカレーが全部出てしまい、食いすぎだろと笑われたが、その晩40度近くの高熱を出した。生まれて初めてジンマシンが体中に出て、泣くほど辛かった。ウイルスに感染したんだ、とその時妄想していれば、少しは恐怖で楽しめただろうにと今では思うが、当時はそんな余裕なかったんだろうな。隔離室に入れられ、高熱と嘔吐で一晩中眠れなかった。次の日、朝一で病院に連れて行かれたが、病院に着く頃にはケロリとしていた。平熱になり、腹減ったと洋館にコンビニでおにぎり買ってもらうほど。長文になったが、今でも怖いというより、不思議だったなぁと思う体験。むしろ、その家のアレルギーとかそういうのが、起因してるんじゃないかと私は、科学的に考えて楽しんでいるが、博識の皆様はどう思われます？ご意見願います。今日のことだし、些細なことなんだけど、息子を寝かしつけている間に、いつの間にか寝てしまったみたいで金縛りにあったんだ。そしたら、昭和のラジオとかテレビみたいな一本調子なおっさんの声で、どこどこ、あれない。どこどこ、あれない。どこどこ、あれない。って声が繰り返し聞こえてきて、体が動かないながらも、何がないねん。子供起きるわ。って思ったんだ。金縛り初体験だったし、変な耳鳴りがしてたけど不思議と怖くはなかった。
それより、せっかく寝ついた息子が起きる。汗。って思ったんだ。それでつい、何がないねん。ええ加減にせい。片付け大事っていつも言うとるやん。って怒鳴ったら、ふっと金縛りが解けて小さい声で、あ、すんません。って、で、友達に話したら金縛りのさん。おしまい。